あれあの橋の位置でマックス2出したら終わったんじゃないかな。どうなんだろう。あそういえばそういう話をありましたね。そして 1P には明るい男が座りましたね。さあ来ましたねこの男。この男今日はなんていうお名前。さあケンヤと書いてケンヤですね。名前がない。あーあったあった、はい、もうすでに消されている。さあ来ましたケンヤさん。ケンヤさんキングなんか使えるの。あの多分打撃投げでぐちゃぐちゃにするタイプじゃないですかね。なんでこいつダブルストライク。ダブルストライクとか言いながらベノムサイコ打ってる。口プレイだこれ。これでも昔あの月下の剣士ってゲームがありまして、はいはいはい、わしづかってキャラがいたんですけど、いましたね新選組っぽいやつですよね。そうです、あの最終ローガって技を大声で最終ローガーって言うと相手はジャンプとかしてくれてまだ溜めてるんですよ。なるほど。えそこをぶっ刺すっていう口プレイが入りまして。口プレイはね、口プレイはまあでベノムサイクはダブルサイクっていうぐらいなら可愛げがあるからいいけど。さあしかしこれラルフきついんですよね。これきつそうっすね。ケンヤさん闇払い以外も打てるんだな。確かに投げる。ここで投げを通して、あなんで自分で打っといて危ない。すげえ早めに重ねたと思ったけどラルフ起き上がり早いから理にかなっていた。知ってる。さあ投げて、さあ前上から投げる。ブットはうわあ痛い。あっと当たる。すげえ。あいやさあ無敵と無敵と無敵が噛み合ってキングが負ける。さあ出てきたのはさあまあケンヤさんといったらこのキャラだが、いや痛いよ。さあ開幕5割決勝見ましたね。飛びが通って1ゲージしか使ってないのにどうしてこんなことに。どうしてこんなことに。なんということでしょう。さあ追い返してここはやって、おいしょと大勝利。減るな。減るね、確かに減る。さあ、リードをしているのはさあ、ぶっ飛ばを置いて闇払いと見せかけるが釣られない Q さん。あ、しかしここで闇払いに当たってしまう。さあ、対象はこのキャラ魂キャラクラックスティール。飛ばし、あーなんかケンヤさんらしさが出てきてるぞ。出てる出てる。さあシューティングを繰り返しながらあそこで飛ぶと危ないんですよね。そうなんです。投げる。投げ操作っぽい。ガキャン突っ張り。あーっと吸えない。投げる投げる。うまい。あーダメダメとダメダメとダメダメと3ゲージある草薙飛んではいかん。なるほど。あのようにお一人様ご案内2階級特進してしまいました。さあ限りなく本名に近いプレイヤーネームですが。確かに。はい。いやこれでもしかしたら釣りっていう可能性は。いや私は実は本名を知っておりまして。なんてことだ、はい、これで加藤とかだったら面白いのに。小林さんはまあもともと千葉でよくやってらっしゃる、はい、さあ千葉のプレイヤーは粒揃いが多いですね、はい、小林さんもかなりお強いです。確かに。そして千葉のゲームセンター1セット4時間1000円というおいい性能です。さあでかいの来ましたねこれ。まさかの遠キャラ。さあこれ吹っ飛ばしベイパーが開幕あるか。何もない。さあなんか爆捨てとかして。さあお茶鬼越しが当たってしまい痛いよ。ミサイルキャノン開幕3割半消し飛ぶ。うわなんか動きが遅く感じる。うん確かに。でも意外と機敏に前に出たり後ろに出たりしてる気がするけど。確かに。吹っ飛ばし大足大足。
台足が遅い、長いけど、すごい、なんか一発が事故のもとに見えるが、残って投げて、投げる、ダイナマイトスルー、ダイナマイトでんみたいな名前だった気がするけど違ったかな、投げる、おーっとこらえてるな、斜めし、さあサリ、さあ宇宙一のマキシマの座がここで決まってしまったと、これは映ってしまう、で中堅が草薙、草薙 VS マキシマ、さあできればこのまま公害を出さずにスクラップにしたいところですが、そうですね、あー危ない、あと飛びがかぶる、昇龍バーキャンして逃げる、バンカーバスター、まさかの、まさかの、分かると、分かると、マキシマ使い同士何か通じるものがあるんですか、全く分かりませんでしたけど今俺っていうか、なんかしないけど何気にまたとんかつさんとセリフが被ってしまったという、確かに、そしてここでキャップさんの登場、さあキャップさんも今日も100円を払っていく、さあでもマキシマを倒したことで水を得た魚みたいになってますね、これ確かに、なんかこれは草薙が橋でダウンしてしまうと辛いと聞きますが、うわー、いてーた、あ、はい、マエビ、あ、マエビ前転ミスか、あ、そういうことするんだから、あんたじゃ燃えねえなと、さあここでなんすかこのフォルダこれ、これだからダメなんですよこれ言っちゃ、初期さんもちゃんと確認したんですから、それ声出ししたらバンありますからね、確かに、まあいいや、で大将は浦田くま、これどうなんでしょうね、なんとも言えないっすよ、おおと大足、あーっと、 あれは見にくい、あーっと、あーっと、投げる、怪しい、さあ後剣バーキャンして、まだ行きたい、まだ行きたい、後剣、あ、早い早い、てか、あのタクマのダッシュって、はい、なんかトイレ我慢してるみたいじゃないですか、いやタクマのダッシュ恐ろしく状態が安定してるんですよ、上半身全く動いてないですからね、あのマキシマのダッシュもすごいんですよね、うん、手がペラペラしてんだよな、もうなんか足だけすごいパカパカパカって動いてるんですけど、うん、状態はすごい安定してるトイレ我慢してる、あー乗って、さあこれ表対裏、さすがに裏に分があるか、どんなとこで思考系打ってんだっけさ、貢献、貢献、さあ残りがで消える、もう苦しい、さあ割りたい、ああ痛い、かくらない、あっとこれは苦しいか、苦しいぞ、ああがくらしてしまうか、だー、最後飛びが噛み合い、勝ったのはケンヤ、うん、小林さんですね、嘘、勝ったのは小林さん、あ、そうか、ごめんなさい、いやさあ今もうタクマだったが画面を見てなかったですねどっちもタクマじゃんっつって、さあティアナさん、さあティアナさんはキャラクターを早々に決めている、キャラクターはカスミ・ジョン・ハイデルン、いつも通りで、小林さんは最後をこのいけないキャラにしてしまう、さあ、ウラロバとウラタクマを使う人に性格がいい人はいないと言いますが、そうです私は先週ウラ件数使われたやつに、マジ件数使い性格いいやついねえよなって、さあ苦情が入りましたね、苦情が入りました一通の苦情が入りましたが、こんなに性格がいいというアピールが入りましたね今そして初手はウラタクマ対東堂かすみ、打倒極限流、さあでもこれさすがに初手だとかすみもちょっと苦しいのではないかと思いますが、でもどうなんだろう、たくまもかぶさったらきついからな、あー確かに、中段決め、
あーうまい、ダッシュを刺して、なんか時間が、さあ時間だけが刻々と過ぎていく、逃げる、さあ飛びに貢献を刺して、さあかすみちゃんの下を状態安定したまま走り抜けていきましたね。いい状態のまま駆け抜ける総帥が、あっと開幕荒らしに行く、開幕、あ個人的なんですけど、このジョン・フンって足技使えなかったらレシオゼロだと思うんですよね。手ってありましたっけ、ジョン。多分ないと思うんです。ない、さすがに何もない。さあキム・カンファー見習ってほしいですね。あいつ立ち絵とかありますからね。あんな状態のいい立ち絵がありますからね、やる気のある。さあ構えて、ティアナさん側なんとかここは勝っておきたいところ。さあ早出しで上から押さえつける、クテク勝って、だがダーキャンで突破、ダーキャンで追い返す、球打つ、 あ使ってしまう、ちょっと使ってしまって、速い貢献が飛んでくる。うわニヤニヤしてんなこの男。さあそして大将はハイデルン、あなんか生姜の香りがする対戦になりました。確かに1枚でしのげるか、な刻む、さあ1ゲージしか払わなかったことがどうなるか、うん、それ払って、あティアナさん側何とかこの親父を倒しておきたいが、大志クロス、貢献、あーっとめくりが見えない、これはしんどいぞ、これは苦しい、勝ったのは、さて座るは刹那さん、ほう、あ共通使いさん、あなるほど、あ刹那さん、刹那さん月下の剣士が好きなんですかね。あ僕は最初に冥王刹那が出てきましたけど、あややあややとかいうキャラが、あーあれですよね、フクロウ乗っけてるやつですよね。あそうです、あのイオリっぽいやつですね。はいはいはい、いたいたいた、あそしてさあここに性格のいい小林さんはキャラを一新してくる、時代の違いを感じますね。片や月下の剣士、片やセーラームーンと。でも年代は一緒ですからね。まあでもなんかそういえば全然どうでもいいけど、セーラームーンってリメイクされるんですよね今年。あそうなんですか、確か。さあそしてセーラー戦士と縁遠い2人の戦いですが、あっとこれ強い、ほんと強い、無印の頃から強い。そうだね、無印の頃あれぐらいしかいいとこなかったですからね。でもあれでとどめ刺そうと思って生きてて砲脚とか食らって死ぬっていうのがありますね、あります、あるあるですよね、セスあるあるです。おお、あと違う方が出た、あとクルリンパ、あーっとこれは背向けからかわいいジャッキック、あのジャッキック2フレなんすよね確か。あー早いっすよねあれ、めっちゃ早いっすよ。でセスがちょっとやりたい放題になっているか、あ天空の覇者となってしまう。さあこのキャラめんどくさい、さあ一発かくらのあの派生技をやるも空を切ってしまう、あっとまたもう水尾、またあれ、大将かすみちゃん1枚だが、さあかすみちゃんとりあえずこのセスを穏便に殺しておきたいが、当てみ減る、いない、さあなんか、さあちょっとなんか今のも運が悪い感じでしたが、なんか小林さんの狙ってるのがちょっと分かる気がするぞこれ、やりたい放題になってきてる、そして体力がこれですからね、あっとそういく、苦しい、なんだこれ、天空の覇者ですねあれ、やばい、人間は空中で軌道を変えられないぞ。
大丈夫です、あの昔江戸時代のサムライスピリッツでいましたからね。あー軌道を変えてみたのか。苦しい。だがそういった間にスライディングが刺さる。はい、現在とんかつさんとアッキーさんがじゃんけんをしてとんかつさんが勝利して、はい、やはりとんかつさん安定してじゃんけんが強い。じゃんけんはやっぱグーから入らないといけないですよやっぱグーですよね。なんかじゃんけんで意外にあのツイッターで反響があったんですけど、はいはい、ちょっとびっくりしたんですけど、なんかね、いや、まあ、あの事の発端はですね、ここでちょっとネタを言うと、はい、まあ、昨日あの、まあ、バーサスのイベントが一通り終わって、はい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 、まあ、飯食いにみんなで飯食いに行って、おまあ、この後なんかノリで新宿にみんなで乗り込もうみたいな話、まあ まあ、よくありがちな、まあ、ありがちなこのノリで行ってしまおうみたいな話になって、結構人数がいたんですよ、8人、はい、いや、そんなにいないか、6人ぐらいか、5、6人で、まあ、ちょっと試合中で申し訳ないんですけど、はい、で、まあ、あの、まあ、家賃の車が、まあ、4人が限界だという、あ、はい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 、2人は電車で行こうってなって、ここはじゃんけんだろうって話になって、まあ、それで、まあ、愛子が1回か2回続いて、で、なんか俺と M 出したっけ、グーを出して他全員パー出して、そういうことですか。まあ、俺と M 出は電車の中で、まあ、パー出すやつ何なのって話になってパーは嵐だろとかいう、なんかもうどうしようもない会話でつぶやこうぜっつって、もうみんな仲良く電車で行きましょうよけどなんかね、そういろいろ、まあ、その時点では適当に、まあ、まあ、まあ適当に、まあ、パーは嵐だみたいなの言ってたんですけど、よくよく考えて俺の記憶の片隅に、じゃんけんの確かなんか世界大会みたいのが行われてる、なんかのテレビで見て、あの高田の馬場の帝さんですか、いや、まあ、海外とかじゃなくて、まあ、違うんですけど、はいはい、まあ、でなんかね、番組で確かグーが、はいはい、そのなんかセオリーらしいんですよ、もう最初はグーを出すのが、まあ、そうですよね。でなんか確かその世界大会みたいので、グーまずその決勝かなんかでグーが十何回確かこう愛子が続いて、そこから動きがあったみたいな記憶がちょっとあったんで、やっぱ俺は間違ってなかったんだなっていう、まあまあ、そこでパーは嵐だと、嵐だなっていう、もうどうしようもない会話でしたけども、はい、すいません、まあ、本当すいません、そして一人だけなんかちょっと盛り上がっちゃったんだけど、まあ、試合の方は相当いい勝負になってます ね、 ほぼですね、はい、巻いた以上のなんかよくわかんないですね、まあ、これもなんかひなこ舞みたいに捕まえたらみたいな、ね、あ、そうですね、まあ、ジョン側も捕まえるのはちょっと一苦労しますね、やっぱね、あ、かなりスピーディーな展開の中、しかし目いっぱい時間を使ってタイムオーバーになりそう。うまい。うまい。マイエーでムササビの前を咎める。どうでもいいことなんですけど、芸人でウィンじゃんけんってする人いませんでした？え、藤原の原西かなんかが、はいはい、じゃんけんポンってグー出してパー出してまた負けたらウィーンとか言ってグーがチョキになるんですよ。あったあったあった、ありましたよね、懐かしいな。うまい。これは厳しい。ガーフからこのダメージ。うわー、そしてあのスマッシュ顔。じゃんけんに負けたアッキーさんですね。さあ、小林さんがかなりのいい動きですね。ですね。さあ、アッキーさんはいつもの3キャーといった感じですね。ベニマルパオ、はい、山崎。さあ、ここで小林さんが、おそらくこれが本キャラなのかな、ね、よく見ますね、はい、アンディ・ジョン・ウラタク。さあ、なかなか珍しい組み合わせ、先鋒戦は山崎対、アンディ。さあ、強気に開幕放していく。さあ、足バレを差し込む形でしゃがみシーからヘビキャン。足バレーがギリギリ届かず、パチキが間に合う。さあ、うまいな。あ、
うまい。今のはいい昇竜弾ですね。うまい。今自分で池上彰みたいな言い方になっちゃったけど。いい昇竜弾ですね。いやー、映画って本当にいいもんですね。さあ、なんかお互いごちゃごちゃ技を出し合って相打ちから最後の読み合いになりそう。前転から昇竜弾。これは一歩届かず山崎が先鋒戦勝利。それは初期さん、シュート水徳さんが、はい、ああ、見たいですね。なくなってしまって、もう我らアサヤン世代ですからね。俺あの番組ドハマりしてて面白かったですよね。小学校の時の卒業アルバムの好きな芸能人江頭2時50分って書いてたんですよ。あ、確かに江頭ちゃんも出てた。それぐらい好きだったんですよね。あそこからシュウさんとか金満腹とか、そうですね、いろいろ。あとはちょっと先になるんですけど、あのカバちゃんとかが。ああ、なるほど、はい、シュウさん3兄弟でしたっけ。もっといるのかな。シュウさん料理人が3人なの。富てる富安とかいなかったっけ。富安さんいましたね。いましたよね。さあ、まあ そんなことは関係なく熱い試合が続いておりますね。ああ、これだ。出なかった。うわーっとすごい吸い込み方、ね、すごいダブルアップしていく。さあ、ここはリバハイを選択して、うわー、今のは思って裏落ちみたいな感じだったな、ね、勝ったと。ああ、これですか。さあ、これはパオ側がなんかいつも苦しそうにしてるのをよく見ますね。いやですね、これも片足上げられただけで筋肉擦りたくなりますからね。そうですね、球打ってもスライディングやら対極化やらやで消されて、結局じいじい端に詰められていくパターンをよく見ますね。うわー、苦しい。あー、さあ投げも外され、うわー、しかしこれは、あいやー、さあ、はい、バルスト、これでつなぐ。でも次もきついんですよね。次が裏タク、はい。さあ、パオ側はかなり相性的にも苦戦が続く状況も苦しい。これは苦しいよ。あー、ゲージがあったら、ゲージがあれば、3ゲージあればもしかしたら終わってたかもしれない。あ、しかしなんだかんだでもうこの体力、オッキーさんが追い上げてきている。あー、やったー、わーしゃー、残裂拳じゃない思考拳。いやー、今直し、しかしよくあそこまで持ってきました ね、オッキーさんも。さあ、残る2人、キャップなると先に出るのはキャップ。これもこれかなりの面白そうな組み合わせですね。そうですね。キャップさん、あと一人は今までだとジョンでしたね。でしたね。イオリ、ジョンはちょっとお休みですかね。なるほど。キャップさん、無印の時すごいイオリのイメージが強いんですよね。あー、確かによく使ってましたね。めちゃめちゃ強かったっすね。さあ、開幕アンディの NC からスタート。さあ、やはり地上戦は NC のせいでアンディに分がありそうですけど。ああ、確かに。さあ、端に詰めている、展開が早い。カウンターも取って中段ガード、ここは投げになってしまう。さあ、表はしっかりガードしてめくりもガードする。小林さん、すごいですね。ですね。守りも硬い。あーと、怖っ。うわー、逆入力。A 級を早い段階で潰していきましたね。あ、中堅がイオリ。あ、これでいけるか。さあ、現在はコバヤンさんがペースを握っている感じですが、しっかり勝利。ここは表、いや、乙女でおそらくこのまま決まるか。さあ、コバヤンさん終わったと言ってるが、まだ状況はそこまで、ここでまあ5分近くになったって感じでしょうか。
あ、開幕いいのが入る。一発。わーっと鳥かご状態にしていく。残像がいっぱいついてる。うわ、なんだなんだ、すごいことしてきたな。ガードポイントをクイック前、うわー、2段目。これはワンチャン使うかもしれない。やっぱ使う。多分決まらないけど虫の息にする。発的に打ってクーサーガーキャン安定している。早く殺そう。おそらく攻撃前転はまあ相手っていうかジョンの学ランも近かったんで、ああそれでまあガーキャン読みもあったでしょうね。さあ表、さあキャプサのゲージがまあ珍しくないですね。確かにやはりジョンとか相手に押しに出られないっていうところでしょうか。 ありますね。さあお互い飛んで、これは確定していたが前は出ず落とす。これは状況的には小林さんだいぶ有利ですが、組み合わせ的にはどうなんだろうな。これどうなんですかね。まあ、なんかクリスの方が落ち着いて戦えるイメージはあるんですけど、ここはガキャン端に詰めてそのまま C 投げ、ショーランク避ける。さあさすがに投げを外して、さあこれはどうなるのか、だいぶいい試合ですね。確かにワンコンも決めれて、さあここで一旦離れる。さあジャンプが強い、突っ込んで D9 が通る。これ危ない。いやーこれだよな、これですわ。どん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 とあれね、何人ものプレイヤーが全工程もね、キャプサン相手だからね、咎められる意識がね、確かにどうしても出ちゃうからね。さあ最終戦でしょう。キャップナルト、キャップ、ナルトさんいつも通りで、あ、キャップさんここで上空入りできた。なるほど、さっきはカラーを取られたのかな、ひょっとして。ああ、なるほど、それか同キャラを避けたかどっちかっていうところでしょうかね。さあラインブラックに対してしっかりとがめて、ああうまいな。さあここはしゃがめない、わーっとめくってエンディ、ああいう力、いやここはしゃがんでしまう、苦しい。さあ2番手かすみ、あーこのかすみでちょっとやりくりをしていかなきゃいけないが、かすみはそういう風なのができるプレイヤーなんだ、キャラなんだが、そうですね、相手がちょっと、さあここは夏さんだいぶ大事にいってますね。いってますね。すごいジリジリしている。ここ使っていく、まあ、体力をだいぶ残した形ですね。ですね。で2番手がジョン、ジョン。さあこれナンさんのゲージがないのが相当苦しいんじゃないか。さあさあ自ら触りに行ってゲージを貯める。ここはさあ使っていく、まあ、もう1ゲージ溜まってればもう惜しみなく使ってたでしょうね。確かに、ああいう力、あーっとなかなかいけない。いやー翻弄していく。あのジャンプリーだいぶ強いですよね。あれ強いですよね。レも速いし判定も強い。結構ネームレスとかにも有効なんですよね。ちょっとまあ速すぎるとしゃがまれちゃいますけど、
さあ、しばらいで的確に反撃を取っていく。下がって。さあ、動きがもうなんか、本キャラみたいになってるもんな、この構えの動きが。さあ、あのナルトさんを。ちょっと、苦しい。ここで。あーっと久々に見てしまう。うますぎる今の。マジかよ。あの状況でそんなんなの、すごいな。バーサスの7死という前に終わってしまう。今のね、どっちかわかんないよね。いや、あの勝利の難しいよね。あ、終わりですかね。終わりです。じゃあキャプさん、初期さんと当たんなくてよかったっす。だじゃんけんがなくてあでよかったっす。確かにじゃんけんは危ないっすね、はい、よかったっす。あっ、パー出せば割れるってでも聞いたんで、今日はパーを用意してきたんですよ。なるほど、はい、これはやりましょう。これはやりましょう。これはやったほうがいい。これはやりましょう。ああ、 そのパズドラをとりあえずしまいましょう。あの確定のワンプレイ100円になってはしまいますが、ここはぜひ出ていただきたいところです。ありがとうございます。では改めてはい、お願いします。ちょっと強引ではありますが、はい、じゃあ始めてくださいなんでそんな顔してんすか。さあ、エキストラウンド、ラウンドキャプさんの勝利コメまで聞いた後のこの一戦、はい、これちゃんとカットしない方がいいですかね、やっぱ。まあそうですね、ある程度までは。もう座る、まあ、このチームということはそういうことです。どうなっているんだと、なんかすんごい何かを訴えるような目でしたが、行ってもらいましょう。さあ開幕、これ結構強側が弾処理が結構難しいと思うんだな。あ、なるほど。しかし画面端に行ってしまえばポンと。あー、なるほど。だー、裏田きつそうだな。やっぱキャプさんしっかりこうキャラのきつそうな行動も取りますね。 しっかりね。てかあのすごい普通の行動なんですけど、 BA75 式って結構いいっすね。ああ、確かにそうですね。裏タクとかはやはりそうですよね。そうっすもんね。お、このあーっと、ちょっと発動ミスがあったが、状況はまだそこまで悪くないといったところか。さあ、YG さん側もなんとか反撃に転じたいところ。いやー、絶妙な暴れ潰しから、うまい。これはいって、あ、いいと。いやー、鋭いな。か、なんか高レベルなネタの応酬ですね。そうですね、あれはかなりきつそうだな、あのジャンプリ。さあ、これはジョン・フン絡まれたら面倒くさそうですね。ああ、確かに、まあ、前キャに言えますが、しっかりしゃがむ。大将がハイデル、これは俺本当によく分かんないんだよな。デルン使ってた時ももともとジョンとか苦手なのもあって。ああ、でもジョン戦得意って人いないっすよね。ああ、うまい。的確にジョンの行動を潰していく。さあ、インシは届かず。てか、あの空対空のあの踏みつけだいぶ強いのかな。あれ結構一方勝ちしてる場面を見るんですけど、タイミングの問題なのかな。なんか出すとジョン側勝ってるってイメージがありますね。さ
さあこれ対照戦、何度も見たこの組み合わせ。うわー、パイク取って端から逃さない。いやそしてこれどん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 。お疲れ様でした。苦しい。これキャップさんにもう一回コメントをもらうんですかね。いや何もないと、もう大丈夫と。はい。では逆にそのまま YD さんにもらいますか。あの本当申し訳ない感じがするんですけど、まあはい、このままじゃあ、はい、しましょう。とりあえずですね、はい、あ、まあ、ちょっと知らせ的なので言うと、はい、次水曜日が13の、あ、はいはい、まあもうこの動画上がる頃には終わってますけ ど、次の週が、まあ、大会オロチナイカップが入るので、はいはい、まあ、02の配信がちょっと長い期間お休みになるということで、あ、なるほど、まあ、そこら辺も適当に追って連絡いたしますのでよろしくお願いします。ということで、まあ、また13配信も面白いんで見てくださいと、はい、ね、ということで締めたいと思います。第185回 KF02 無効アクセン、これで終わりたいと思います。お疲れ様です。